超神社、月神社は、埼玉県埼玉市浦和区岩町にある神社。式内社で、旧社格は、県社。別称は、月の宮。社名の、月により月町信仰が古くからあり、狛犬ではなく駒うさぎがある神社として知られる。祭神は次の御柱。祭神に関する伝説として、超神社に古くから伝わる七不思議、口述のうちに、松がないことがある。 その伝説では、当地に姉神、弟神がいたが、弟神は、大宮に行ってしまい、姉神が帰りを待っても弟神は帰ってこなかった。ため、姉神はもう待つことを嫌ったという。この伝説に見える姉神と、弟神は、天照大臣、当社祭神と佐野の尊、大宮の氷川神社祭神にあたるといえる。他に文献によれば、祭神を背負りつびめとする説。 月玉命とする説、月読み命とする説、日の神、暗い鳴り玉命の二柱とする説、天テラス大臣、上尾玉神の二柱とする説などがあった。社記、漢文八年、1668年の長宮演起によれば、第九代開花天皇の木のと取年三月に、宝兵の社として創建されたという。また、第十代主人天皇の時には、 伊勢神宮最主の山和姫命が参考し、清らかな丘である当地を選び神宮に献上する、長仏物、三着物、三着物を収める蔵を建て、竹葬や、武蔵、和佐、下佐、安房、上野、下付すなわち、関東一円の初保米、長の集積所と定めたとする。さらに、後期2年、771年6月20日には、 直視として藤原阿孫常欲しいままが方兵を行ったので、これが霊体祭、現在は新歴7月20日の期限になったと伝える。蒸気伝承の審議は定かでないが、式内社調査報告等においても、社名に長と見えることから、やはり朝廷への長物、三着物、三着物を収めるオクラが、長神社の前身になったと想定している。関連伝承として、 超神社の七不思議のうちに鳥居がないことがあり、その中で山和姫命の命により、長物の運搬の妨げとなる鳥居、神門を取り払ったことによると伝えており、この伝承も超神社の前身がオクであったことを表すものとされる。そして伝承中で宝兵があったと伝える法規2年、771年には、武蔵国の所属が東山道から東海道に、 変更されていることから、この街道変更により、長物が通らなくなって、役割を終えたオクラが、神聖死され、神社として放災されるようになったのが、実際の創建になると推測されている。以上とは別に、新聖生史録や国史に見える月蓮、長首、長騎士長意味喫一族、月氏が放災したという説もある。この月氏はトライ系氏族であるが、 東国に都来人の集団居住が多いこととの関連が指摘される。当社の所在地名の騎士は騎士に由来するものとされる。その他、境内に多い月の木、欅と蝶を関連づける説もある。延長五年、927年成立の演儀式新名蝶では、武蔵国足立郡に蝶神社と記載され、式内社に列している。中世からはが、 月と同じ読みであることから月町信仰と結びつくようになった。延元2年、兼武4年、1337年には、足利高氏の命で、一式の利益による社殿の復興があったが、天正18年、1590年には、小田原征伐に伴う陛下で消失したという。江戸時代、慶安2年、1649年には、徳川家光から、 主院地七国が寄進された。この主院上には、つくよみ社と記されているが、長宮演技ではこの社名は、誤りと記されている。しかし、その後の主院上にもこの社名は継続して、使われている。別当時は、合参寺であり、二十三宿が設けられ、玉造院が検体した。江戸名所税にも搭載され、文人木閣も、この月町、 月読みの神を知ってか数多く参拝している。中でも、完成三年、1791年4月11日には、廃人、小林一茶が深い森の中に沈まる、月読みの宮に着いたことを、紀行、一佐全週第五巻に書いている。また、旅を好んだ僧の津田大清は、文政2年、1819年に、有歴雑記に、23夜の宮と称す。 中略者の造営前尽くし、美尽くし、うちの飾り心身の奉納の品々を帯だしく、偏僻の駅路に比べれば、目を驚かせりと社頭の繁栄を記している。また、文化四年、1807年から天保五年、1834年までの間に、江戸の郊外を旅た、徳川清水家のお広敷用人の村尾正清、郷は、家領は、記録の中で、本社、 拝殿は皆道武屋根で、建物全体を朱に塗って、随紐揚げを巡らしていると当時の様子を記している。天保十年、1839年には、国学者の平田厚種は当社を参拝して、超神社交渉を表しているが、その著において、当社は伊勢神宮に収める発砲を入れる倉庫から発展した神社であるとした。明治維新後、明治六年。 1873年に近代社格制度において校舎に列し、明治31年1898年に県舎に昇格した。社殿は本殿と拝殿が一体となった根源づくりで、安政5年1858年の造営。それまで使用された旧本殿は、境内社の稲荷神社の社殿として、現在も使用されている。また、 境内の車窓は、ケやきムクの木の古木林を形成しており、超神社の境内林として、埼玉市指定天然記念物に指定されている。境内には、その多数者が鎮座する。超神社で年間に行われる、主な祭事の一覧。超神社では、次の七不思議が伝わる。所在地、交通アクセス。周辺、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。